鹿落ち観音堂は、宮城県仙台市大白区にある観音堂。京が、峰の東端に位置し、鹿落ち坂上に、入り口がある。仙台33観音令状第33番、札書。京武山、大倉寺観音堂を鹿落ち観音堂をうどんへ、観音越寺観音正式名称は1の、京武山、大倉寺観音堂とされることがしばしば見られるが、すでに、大倉寺は、 廃寺となっており、現在、東道を管理するマサデンが2の鹿落ち管の運動と呼んでいる。3は庶民の通称。4は東道の住所が1966年の住居表示実施前は仙台市越城郎地底だったことにちなむ。慶長2年、荒町マサデン10世の学王義宗義が解散し、青葉が先に混流されたが、 伊達政宗の入府に伴い仙台城が築城されることになり、京が峰に移転。政宗の死後、その以外は京が峰に埋葬され、随放殿となった。二代藩主忠宗も万治元年に死去すると同地に埋葬されることとなり、現在地に移転した。かつては、相当衆寺院である京武山大倉寺が別当寺として奉仕していたが、1889年に、 大倉寺が荒町の正出岩に統合されたために、現在は正出岩の管理下に置かれる。本尊の聖観論は自覚大使の策と伝えられ、記録によると青葉が先で仏道を広めた満開上人のご自物とされている。ありがとうございます。